こんにちは、飛びたジョです今日の心に火を灯す言葉はこちらです。歩みだけが重要である。歩みこそ持続するものであって目的地ではないからである。歩みだけが重要である。歩みこそ持続するものであって目的地ではないからである。これはフランスの小説家 サンテグジュペリの言葉です彼は飛行士としての体験をもとに行動する人間の孤独や高貴さを描きました作品には有名な「星の王子様」や「夜間飛行」「人間の土地」などがあり読まれた方も多いことでしょうこれは小説「城西」 の中に出てくる言葉ですが、文字通り歩みこそが重要である。なぜならば歩みというのはずっと持続するものだが目的地は固定されており持続しないからだと言っているのです。人間は努力して進歩や向上という歩み続けることこそが一番重要であると言いたかったのではないでしょうか。 人間そのせいある限り常に進歩や進化すべく行動をし続けていくのが良いということなのです歩みこそが重要である歩みこそ持続するものであって目的地ではないからであるある目的地というのはそれが人生の最終目的地ではなく人生という 旅路の中ではある一つの通過点通過ポイントであると考え昨日より今日、今日より明日と成長という歩みを止めることなく進んでいきたいものです。